FM802. Design your fantastic future. Let's jump up. Supported by Moderna Japan.2月3日金曜日、時刻は夜8時を回りました。こんばんは、ファンタスティックスの中島聡太です。 FM802 デザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップ、サポーテッドバイモデルナジャパン。夜9時までの1時間、僕中島聡太が DJ でお送りします。今夜は録音 DYFF になります。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ということで2月3日ですよ。節分ですね。皆さんどうお過ごしですか？ということで、中島家の節分ルール結構いっぱいあるんですけども、恵方巻き、僕たちの家族はですね、妹が本当にサーモンが昔から大好きで、で知り合いのお寿司屋さんにサーモンだけで巻いてる恵方巻きをわざわざ作ってもらって食べるっていうね、ちょっと伝統がありまして、ちょっと変わってるんですけども、それがあって、今年は南南東を向いて食べるんですよね。こう何も言わずにシーンとしながら食べるっていう、あの瞬間をぜひ皆さんやっていただけたらなと思うんですけども、まあ節分なんでね、豆まきですよ。あとは豆まきもちょっと変わってるんですけども、まあ基本子供の時はやってましたね。豆投げてお父さんとかお母さんがこう鬼になってそれ投げるみたいなのあったんですけど、いつぞやかその多分豆投げて片付けるのがあれなんで、いつかはなんか袋に小袋で10粒ぐらい入ってる豆あるじゃないですか、あれごと投げて片付けを簡単にしてる瞬間はありましたね、何回か。まあね、豆を投げるって工程だけできてりゃいいんじゃないかなっていうことでなんかちょっと節分っぽいことはねしてました、ちゃんと。はい、なんで皆さんもね、ぜひぜひおのおのの節分の過ごし方を楽しんでいただけたらなと思います。はい、僕中島聡太がお送りするデザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップでは We can do it というコーナーがあります。あなたが今挑戦したいことで相談したいこと、あなたが今頑張っていることで相談したいこと、送ってもらったメッセージを僕がしっかり応援します。そしてチャレンジしているあなたのジャンプアップをサポートします。メッセージ採用されたあなたには番組特製ワイヤレスイヤホンをプレゼントします。今夜はこれまで送ってもらったたくさんのメッセージを読みながらですね、そこから応援したいメッセージを紹介できればと思います。まあぜひぜひ今も絶賛応募中なので応募中じゃない、募集中ですね。皆さんぜひ送ってください。オープニングナンバーはですね、週末を楽しく過ごせたらいいなという気分でこの曲を選びました。聴いてください、ザ・バンプスで Somebody to youFM802 デザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップサポーテッドバイモデルナジャパン。 DJ はファンタスティックその中島聡太です。ということで2月に入りました。2月はですね、 FM802 がプロデュースする楽しいイベントがあります。皆さんご存知ですか？現在開催中なんですが、音色キッチン、約30組のミュージシャンと FM802 がこだわりのメニューをプロデュース。2月9日まで大阪梅田フードラボにてフードダイニングが展開中でございます。これちょっと実はですね、まあ、自分がファンタスティックスフロムエグザイトライブで LDH やってるんですけども、それの後輩グループ、この前デビューしたサイキックフィーバーのイーサ考案の料理があるみたいで、トムカーガイ、こちらタイ料理ですね、900円でハーフサイズが600円。イーサ考えたのがあるなんてすごいですね。イーサはこうめちゃくちゃ若いんですよ、まだ20歳になってないんじゃないかな。でもうハイスペックですよ、実は。こう歌もできてダンスもできて、あと高身長で、あと意外とサイキックで最年少なのかな、なんだけども MC を任されるっていう。この前もこうジュニアエグザイルでライブがあった時に、他のグループ一人一人出る時に、まあ、僕もファンタスティックス代表でこう MC やったんですけど、その時にサイキックからはイーサが出てきて一緒に喋ったんですけども、もうまずねイケメンなんですよ、めちゃめちゃかっこいいですよ。そのイーサが考案したトムカーガイあるということで、ぜひね LDH 好きな方も、そして知らない方もぜひ食べていただけたら嬉しいなと思います。ちょっとこれ僕も食べたいですね。イーサ考案でイーサに良かったよって言いたいなって思いますね。そして畑元博さん考案のもっチャーハン、もっチャーハンがあるみたいな、チャーハン大好きなんでね、僕も絶対美味しいんじゃないかなと思いますね。あとちょっと見てて気になったのがですね、ゲスの極み乙女の休日課長さんの課長の唐揚げ、
もう僕昔から言ってるんですけど、唐揚げが大好きで、なのでこれにはもう惹かれましたね。まあこのイーサとか元博さんとか休日課長さんのこの課長の唐揚げ食べて、皆さんぜひ過ごしていただけると嬉しいなと思います。こうなんかね、 DYFF でも言ったので、そのハッシュタグつけて感想とかもやっていただけると僕も見れるので、ちょっと行った気分にもなりますし、まあ行けたら行こうかなと思うので、皆さんぜひ楽しんでください。そしてもう一つはインテックス大阪で開催される関西最大級のモーターショー大阪オートメッセ、まあ、大阪オートメッセの入場料のチケットはですねかかるんですけども、来場者は誰でもフリーにライブを見ることができるカスタマイズアリーナ、すごいっすよねこれ、誰でもフリーにライブが見れるんですよ。2月10日から12日までの3日間、 FM802 がライブで大阪オートメッセを盛り上げますということで、なのでもうこれ聞いてる方は絶対にね、お時間合えば行ってほしいなと思います。見れるわけですから、ライブで。なんか日頃ねたくさん大変なこう勉強だったりとかお仕事の疲れを一気に楽しくできるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしてください。出演者はですね、2月10日金曜日は16時からソラネさん、17時からノーバディーノーズさん、そして2月11日土曜日祝日はですね、15時からノベルコアさん、16時から水曜日のカンパネラさん、17時からはナオトインティラミさん、そして2月12日日曜日15時からはユーカさん、16時からはレッカさん、17時からは C&K さんということで、めちゃめちゃ豪華ですね。すごいな、めちゃくちゃ行きたい心から。まあそのね、ファンタスティックスとしても出たいですけども、もう見たいも勝ちますねこれは。行きたいな。まあ大阪オートメッセの入場料のチケットはですねかかるんですけども、そこから入れればフリーでライブを見ることができるということで、皆さんぜひ見てください、お願いします。ということで、そんな出演者の方のね曲から一曲皆さんにお聴きいただきたいなと思うんですけども、この曲めちゃくちゃ好きですね。あの曲の概念とかが新しく変わりますし、まあ、曲自体もかっこいいおしゃれな曲なので、皆さんぜひ聴いてください。水曜日のカンパネラで赤ずきん。お聴きいただいたのは久保田俊信でミッシングでした。いや、いい曲すぎるな。まあちょっとカラオケとかでねよく歌ってて、なんかこの間の8時から9時の間で聴きたいなっていうことで選んだんですけども、聴いてみるとやっぱ染みますね。うん、学生時代もいっぱい聴いて、このゆっくりの中で歌うリズム感とかって難しいんですけど、久保田さんのこうグルーブとかがやっぱすごすぎて、これは勉強にもなるし歌ってても聴いてても楽しい曲だなと思って選ばせていただきました。ということで、あのいただいていたメッセージたくさんあるので、それも読んでいこうかなと思います。ラジオネームまいまいさん、こんばんは。こんばんは。写真を撮るのが好きで、家族と出かけたり友達と遊ぶときに撮ったり、犬の散歩をするときに夕焼けを撮ったりと、よく写真を撮ります。カメラ大好きそうたくんにおすすめのカメラを2つ3つほど教えてもらってから買おうと思うので教えてください、ということで。カメラね、好きなんですよ。もう結構何年も経ってるんですけども、もともとはメンバーのホーリーナスキ君とかとフィルムカメラとかカメラでなんかおしゃれなレトロとかを撮りたいねっていうところ始まったんですけども、おすすめほどこう詳しくは言えないんですけど、持ってるのはペンタックスっていうところのフィルムカメラを持ってるんですけども、これは先日もフィルムカメラでの撮影があったんですけども、その時にカメラマンさんと話してペンタックスを持ってたんですよ。でいいですよねって言ったら、あ、ペンタックスいいよって、いろんな種類があるんですけども、ぜひねよかったら見てもらいたいなと思います。なんか YouTube とかにもこうどの性能がいいとかも載ってるのもあるので、調べてほしいなと思いますし、あと、まあ、フィルムカメラじゃなくて、デジタルの方、こう Vlog とかを撮るのに僕が使ってるのはルミックスさんのカメラを使ってるんですけども、めちゃめちゃ綺麗ですし、こう手ぶれもあんまりしないのかな、なんか本当自分の中ではすごく Vlog とか例えば MV とかでもね、もうほんと簡単な MV っぽい感じを作れるんじゃないかなと思うので、この2個ぜひあのね調べて、まあ買わなくてもいいんですけども、あのおすすめなのでぜひ見てください。はい、もう1通いきます。ラジオネームほのあさん、そうたくんこんばんは。いつもラジオ楽しみにしています、ありがとうございます。私は友達の影響でブルーインパルスにハマりました。ブルーインパルスしてますか？
飛行機のやつです。そうたくんも友達の影響でこれ好きになったとかありますか？友達の影響ですね。まああるっちゃありますけど、思い出すのはそれこそ佐藤大輝くん、メンバー大輝くんにお寿司東京に来て行った時に、僕それまで縁側をあんまり食べたというか好きって言ってなかったんですけど、大輝くんに縁側美味しいよって言われて、もう食べたらその日から縁側が大好きになりまして、もう好きな寿司は縁側ですって言うようになりましたね。だから大輝くん影響ですね。大輝くん影響もう一個あるな。これファンタ全員なんですけど、大輝くんが焼肉行ったら絶対あの千枚寿司を食べるんですよ。で千枚寿司はもうそれの影響でもう何も言わずに出てくるんですよ、焼肉行ったら。で絶対にその酢味噌じゃなくてそのごま油と塩を店員さんに頼んで、もうみんなそれぞれごま油と塩で食べる。これファンタルールかもしれないですね。もう自分たちのグループ全員この大輝くんに影響されて千枚刺しは絶対食べるようになりましたね。でめちゃくちゃ美味しいんですよ。でその酢味噌も美味しいんですけども、ごま油と塩で食べると美味しくて、なんか一回それこそ大輝くんとケイトと堀夏くんと4人で焼肉屋さんに行って、じゃあそこの千枚刺しが売り切れてて、わざわざ店変えましたからね、あの人あマジっすか、ちょっとまた今度来ますって言って一回座りかけたのに違うところに行くぐらいやっぱ千枚刺しが好きなんですよ。まあ、それぐらいね、あんな強い気持ちで来られると僕たちも影響されるんで、もでもなんか一人とか大輝くんいなくても千枚刺し頼むようになりましたね、ぐらい影響は受けますね。はい。そして食と音楽、ライブイベントなどアクティブにイベントを展開する2月の FM802 になんとなんとデザインはファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップもこの2月イベントを開催することが決定しました。やっと発表できました。こちら今びっくりしてるかもしれないんですけども、デザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップサポーテッドバイモデルナジャパン番組公開収録を行います。やばいですね、嬉しいですね。こう1月からやらせていただきまして、皆さんのおかげでたくさん聞いてくださり、まあ、ラジコの方でもこう追っかけで聞いてくださる方もいらっしゃるということで、イベントができます。日時は2月24日金曜日18時半から夕方6時半からですね行います。場所は大阪天満宮、そして DJ はもちろん僕中島壮太でございます。嬉しいですよ、こう皆さんと直接会って番組公開収録ですからね。まあ皆さんの表情を見ながら、まあ自分もね顔を見られながらやるんですけども、あの現在もう本当今ですね FM802 のホームページでは優先観覧エリア募集しております。こちら150組300名を募集します。すごい、300人の方も来てくれるんですか、優先エリアにだけでも。えもっと多いんですか、すごっ。ぜひ皆さんもう今から応募始まってまして、締め切りは2月19日の日曜日23時59分までなので、まあ、このラジオ聞きながらでもいいですし、聞いた後にでもこう応募していただけると嬉しいなと思います。いやいやイベントなんでね、こう皆さん直接会ってメッセージとか読めたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあこの次はですね自分たちの曲でこう盛り上がる曲でね、皆さんと楽しい気持ちになりたいなと思います。それでは聴いてください、ファンタスティックスで MVP。 デザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップサポーテッドバイモデルナジャパン、ファンタスティックス中島壮太がお送りしています。ここからは We Can Do It コーナーでございます。あなたが今挑戦したいことで相談したいこと、あなたが今頑張っていることで相談したいこと、僕が今チャレンジしているあなたのジャンプアップをサポート、しっかり応援するコーナーでございます。今夜はですねこれまでに送ってもらったたくさんのメッセージ、そこから応援したいメッセージを紹介していきたいと思います。採用されたあなたには番組特製ワイヤレスイヤホンをプレゼントします。たくさん来てるんですけども、今日も読んでいきたいと思います。ラジオネームなほさん、豊中市の方ですね。私が今年頑張りたいことは書道です。おうほうほう、私はもともと書道を6年くらい習っていたのですが、久しぶりに学校の授業で書道をやると楽しい、また習いたいと思い、また書道を習おうと思っています。そこで教室までの行き帰りに番組特製イヤホンで音楽を聴いて気分を上げてまた書道を頑張りたいです。ご縁がありますように。うわ書道ね、いいですよね。実は僕も
習ってましたね。妹と、妹もやってましたね、やってましたし、こう字書くの大好きなんですよ僕。今でも本当に、まあ書道まではいかないですけど、ボールペンとかでもひたすらなんか歌詞を書くとか好きなんですよね。なんか落ち着くというか、こうなんだろう、昔からそれこそ授業こうね勉強の時も字書くの好きだったので、書道上手い人めちゃくちゃ憧れてました。学校にもいるじゃないですか、めちゃくちゃ上手い人、びっくりするぐらい、なんでそんな上手いのっていう人の字を見てニコニコしてました。気持ち悪いなこれはでもね、ニコニコしちゃうぐらい字が好きなので、書道しかも6年ってことは結構上手いんじゃないですか、なほさん。なのでまた習う時にこの番組特製のイヤホンで聞きながら、まあ書くのもそうですし、行くまでの道でたくさん音楽聴いてくれたら嬉しいなと思います。頑張ってください。はい、もう一ついきます。ラジオネームあいかさん、そうたくんこんばんは。私が今年したいことは家族でインドネシアへ旅行することです。ほう。コロナ禍でなかなか行くのが難しかったので、今年こそはインドネシア人の母のためにも行きたいなと思いました。またいつかファンタスティックスがインドネシアに来られた際にはインドネシアにいるいとこたちに会いに行きます。最後にインドネシア語で挨拶お願いします。なるほど、いきますね。アパカブネネシア神ファンタスティックス。ということで、これ本当にインドネシア語で、あのファンタスティックスですみたいな、よろしくお願いしますって言葉なんですけども、なんでできるかと言いますと、まあ、自分たちも Facebook とか TikTok でいろんな国にこう自分たちのファンタスティックス知ってもらうために動画とか撮るんですけども、それの挨拶をこうインドネシアの方に向けた動画を撮るときに僕がちょっと任されまして、その時にいっぱい勉強して覚えまして、だからできるって言うんですけども、今それがこんなにも届くとかこう繋がるとは思わなかったので嬉しいですね。これがお母さんに届いたら嬉しいなと思います。ちょっと上手いのかな下手なのか、ちょっと本場のねこうイントネーションで教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで次回もこのコーナー宛てのメッセージをお待ちしております。このコーナーを締める一曲は、まあね、もう曲もそうですし歌詞もそうですし、背中を押してくれる応援ソングでございます。それでは聴いてください。ワニマで共に。お送りしたのはユニゾンスクエアガーデン、春が来て僕らでした。明日2月4日は立春、冬が極まり春の気配が立ち始める日ということで、ですね、この春いろいろ環境変わる皆さん、まあそうですよね、新学期に入る人もいれば新しい仕事に就く人もいれば、いろんな環境の変化があると思うんですけども、まあ、最初の頃は慣れなくてもこうちょっとつまずいちゃったりとか、こう不安だなっていうこともあると思うんですけども、もう一個一個楽しんでいけばめちゃくちゃ明るく進んでいけると思いますし、僕新しいことが大好きなので、この春とか大好きなんですよね。もうそれこそクラスが変わったりとか、新しい感じ、初対面の人とかもすごい好きなので、僕はすごいワクワクするんですけど、この気持ちをこう皆さんにお届けできたらなって思う気持ちで僕も頑張りたいなと思います。はい、ということでメッセージがねたくさん来ていたので読んでいきたいと思います。ラジオネーム吉野さん、そうちゃんこんばんは。こんばんは。この間学生生活最後の席替えをしました。ほう。でも一番前の廊下側の端になって、前の方が良かったんですけど、最後の席替えなんだしなと思って一番前で頑張っています。そうちゃんは好きな席ありましたか？あ、廊下側の一番前になっちゃったってことか。なるほどね、こう先生が一発目に入ってくるとこだ一気に緊張するとこですね。それはね、確かに先生入ってきた瞬間びっくりしますよね。好きな席か、でも僕席替えも大好きだったからな学生時代クラス替えをして3日でクラス全員と喋ったことあるんですよ。もう誰とでも本当にもう横にいる人もそうですし、あ、どこどこのクラスだったんだよねみたいな話をしてめっちゃ仲良くなったんですけど、好きな席は窓側の真ん中ら辺ですね。一番後ろじゃない、真ん中ら辺で、一番後ろちょっと寂しいんですよ。前も後ろもいてほしくて、なんで窓側の窓も見れる、外も見れる
真ん中ら辺が好きでしたね。そこからこう授業を受けながら先生に質問したり先生に突っ込んだりしてましたね。はい、もう一つ行きましょう。ラジオネームあやなさん、日常の中で一生この時間が続いたらいいなと思う瞬間は数々あると思いますが、そうたくんのトップ3に入る一生この時間が続いたらいいなっていうものを一つ教えてください。私は美容室でシャンプーしてもらってる時です。うわー、わかるな。シャンプー中めちゃくちゃわかりますね。うわ、一生この時間が続いたらいいな。まあ、かっこよくなっちゃうんですけど、メンバーといる時っすね。世界さんがたまに楽屋で昔の失敗映像とか誰かの面白い映像をみんなに見せる時があって、あん時がね本当にもうお腹痛いぐらい笑うんですよ。全員何個かあるんですよ、この爆笑の動画っていうのは。まあ出せないものもあればいつか出せるものもあるんですけど、面白すぎてそれを笑ってる時はね、この時間続いたらなって思いますね。でもね、シャンプーもめちゃくちゃわかります。はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。はい、曲に戻りましょう。ということで今回はですね、あったかくなるハートフルボイスのグループのナンバーをお聞きいただこうかなと思うんですけども、この人たちめちゃくちゃ上手くて、自分もねすごい聴いてますし、昔の曲なんですけども、その時代でこの上手さで、このなんだろう、グルーヴ感でっていうのもそうですし、このコーラスグループの力強さ、まあ、ボーカルの僕からしたらね、めちゃくちゃ勉強にもなりますし、パワーにもなるこの曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。アンボーグで Don't Let Go Love。 お送りしたのは七尾旅人でサーカスナイトでした。僕が今後ジャンプアップしていく中で、これからも常にしっかりと僕のルーツに宿っていくと思います。デザイン Your Fantastic Future Let's Jump Up Supported by Modern Japan Fantastics 中島壮太がお送りしてきました。 FM802、 この後夜9時からは高木梨沙さんのロックキッズ802です。僕 Fantastics 中島壮太とは来週金曜日また8時ここでお会いしましょう。そして公開収録応募よろしくお願いします。待ってます。